しばらく前にライカの 50mm レンズについての動画を上げさせていただきました。 M 型ライカをお使いの方々は常用するレンズによって 50mm 派と 35mm 派に分かれるようです。 M3 を使われている場合は自然と 50mm 派に、 M2 を使われている場合は 35mm 派になるのではないでしょうか。ということで、今回はライカにおけるもう一つの主流、35mm レンズについて紹介したいと思います。バルナックの時代を象徴するレンズといえばエルマーといって間違いありません。このエルマーには有名な 50mm の他に 35mm の焦点距離も存在します。バルナックの C 型でレンズ交換が可能になったタイミングで登場したライカが用意した最初の交換レンズと言えます。実物をご覧いただくと、現在のレンズからは想像もつかないほど小さく薄いのが特徴です。このレンズが出た当時にそういう言葉があったかどうかは知りませんが、まさにパンケーキレンズの走りといえる存在です。ズマロン F3.5 は第二次世界大戦後、エルマーの後継として登場しました。前期型と後期型があって、光学系は基本的に同じです。ただ、前期型はエルマーと同じようなクラシックな強度、後期型は M 型にも似合う若干大型化した強度となっています。画面のズマロンは後期型になりますが、後のズマロン F2.8 やズミクロンにもつながる精巧な外装となっています。後継のズマロン F2.8 は初代ズミクロンと同じタイミング、ズミクロンのレンガ版的な位置づけで登場しました。外見はズミクロンとほぼ同じで、ウリ2つとも言えます。 35mm のズマロンはこの F2.8 が最後となり、その後50年近く後継のモデルが出ていません。現在手に入る中古レンズは曇っているものが多いので、もし綺麗なものに巡り合えたらラッキーと言えます。ズマリットはデジタル時代に復活した新しい中古系レンズ群で、 35mm レンズシリーズとしては実質的にズマロンの後継に位置付けられるものと考えられます。歴史が浅く、目玉揃いの 35mm ライカレンズの中ではどうしても目立たない存在となってしまいがちですね。初代のズミクロン 35mm、 レンズ構成から来た通称の8枚玉は M2 の発売とほぼ同時期に登場しています。言わずと知れた伝説のレンズで、人気があるためライカの 35mm レンズの中でも常にトップクラスの価格で取引されています。私が M2 のボディを持っていない理由は、 M2 だけでなく一緒にこのレンズにも手を出してしまいそうというのがあるからです。ライカマニアにとっては罪なレンズと言えます。8枚玉の口径は一般に6枚玉と呼ばれていて、その中でもごく初期の第2世代と言われるモデルは絞りリングに出っ張りがあり、俗に角付きという名前がついています。 M4 と合わせるレンズとしては時代的にもこの6枚玉がベストマッチと言えるでしょう。歴代ズミクロン 35mm の中では現在価格的にも一番手に入れやすいレンズとなっています。画面は6枚玉の次のモデル、通称7枚玉です。海外ではこのレンズのことをザ・キング・オブ・ボケ、ボケの王様と呼んでいて、これは絞り F5.6 あたりの常用域でのボケが美しいということから来ているようです。日本でボケの王様などと聞くと解放時のボケ量のことを想像すると思いますが、この辺の感覚の違いはなかなか面白いですね。
ちなみにこのレンズは後で紹介するキューメンズミルクス 35mm とともに個人的に 1,2 を争うお気に入りのレンズです。私が最初に手にしたライカ M6 と同時代の製品で使い慣れているということもありますが、ご覧いただいてわかるようにとても薄くコンパクトであることが最大の理由です。M 型ライカで軽快に撮影するという目的にベストマッチなレンズと言えるでしょう。その後のズミクロンは1997年に非球面レンズを導入して一気に現代的なレンズとなりました。ご覧のように前玉が引っ込んでいるのが特徴です。現行品では絞りバネの枚数が変わり、フードがねじ込み式となりましたが、基本的な光学系は共通です。バリバリにシャープでデジタル時代になってもそのまま通用する構成のレンズといえます。ライカのレンズはこのズミクロン、アスペリカの登場を境に性能が一気に向上したと言われています。ズミクロンの最後として最近発売されたアポズミクロンに触れないわけにはいきません。通常は望遠鏡のレンズに使われる色消しを広角レンズに採用した究極の 35mm レンズのようです。 50mm と同様にライカの歴史の中でもズバ抜けた高性能レンズだと思いますが、発売の発表があってから1年以上経過してもまだ市場で見かけたことがありません。本当に存在しているんでしょうかね。初代ズミルクスは発売時世界で最も明るい 35mm レンズでした。光学系は次の第2世代と共通です。ため息が出るような美しい共同の仕上げで生産本数も少ないため一般には手が届かない価格となっています。2代目のズミルクスは共同が簡略化されていますが、長期間にわたって生産されたため玉数も多く人気のレンズです。通称キューメンズミルクスと呼ばれています。売却収差については完璧なまでに補正されているのですが、それ以外の収差はかなり目立ち、俗にクセ玉としても有名です。現行のズミルクスとは性能的に比べることさえできないのですが、このレンズの描写は独特で、開放時の光が滲んだような写りには熱狂的ファンが数多くいます。私もその一人です。最近では値段も高騰していて、状態の良いものには驚くような価格がついていますが、必ずしも性能とは比例していると言えません。このレンズを購入しようとする場合にはそれなりの覚悟が必要と言えるでしょう。キューメンズミルクスの後継はダブルアスフェリカルと呼ばれています。非球面レンズを2枚使い、それも手磨きで生産したため、生産効率が上がらず最終的な生産数も少なく、今では完全に幻のレンズとなっています。ダブルアスフェリカルの反省から、その後継は非球面レンズを1枚に減らし、モールド成形を導入して量産を可能としました。その後は光学系は基本的にそのままながら、フローティング機構を導入して現行のズミルクスに至っています。現行のズミルクスはライカの 35mm レンズの中では大柄で重く、個人的にその部分は気に入らない点ではあるものの、描写の面では非の打ちどころがないと言えるレンズです。特に M 型デジタル機と合わせる場合は、この 35mm のクローディング機構付きズミルクスアスフェリカルか、同じく現行の 50mm のズミルクスが最初に手に入れる常用レンズの有力候補となるでしょう。どちらを選ぶかはあなたが 35mm 派なのか、それとも 50mm 派なのかということになります。いかがだったでしょうか。ライカの 35mm レンズは 50mm と同様にライカの伝説を支えてきた名玉揃いということができます。ただ最近は世界的なライカ人気の高まりもあって、
特に 35mm レンズの値段が高騰する傾向にあり、なかなか手を出しづらくなってきてもいます。それぞれに個性が強く魅力的な 35mm レンズの中から、あなたはどの1本を選ばれるのでしょうか。ではまた次回の動画でお会いしましょう。